の愛知です。今回はですね、プチ相談でございます。はい、ということで、定期テスト得点が取れるんですけど、実力テストとかあと模試とかで得点が取れないんですけど、どうしたらいいですかっていうね、相談に答えていきますので、よかったら最後までお付き合いください。では早速ね、話していきます。で、まずは定期テストと、実力テストとか模試っていう、ここの違いを簡単にちょっとね、復習で確認しておきたいと思います。で、定期テストっていうのは当然学校の先生がテストを作るものなので、範囲が指定されますよね。例えば数学のこのページからこのページまでの範囲が指定されてて、で、先生が作るものなので、基本的には授業でやったものがメインで出されます。教科書とかワークとかその辺も使ってね。で、そこに、100点を取らせないようにというか、ちょっと難しいものを入れるために、模試の問題とかをちょこっと出す先生もいますけど、基本的には学校でやったもの、そして範囲が指定されている。これが特徴です。で、じゃあ実力テストは何かっていうと、これは先生が作ったものではなくって、基本的には受験を意識したもの、そして今まで勉強してきたところ、ほとんど全部が範囲に入ります。最近やったところはたまに外れるけどね。だから範囲が広いんだよね、定期テストに比べて。そして難しい問題が多いです、定期テストに比べるとね、っていう特徴があるので、まずここを分けて考えていきましょう。で、定期テスト取れるっていうのが、じゃあどういうことかっていうのをまずね、押さえてほしいんですけど、定期テスト、範囲まあ狭いですよね。でもそこで成果が出てる、ちゃんと得点が取れるっていうのは、みんなのそのやってる勉強方法は基本的に合ってるんだっていうのを認識してください。これですね、結局実力テストが取れないと自分の勉強法が間違ってるっていう風に結構自信がね、ズンってなっちゃう子が多いんですけど、そんなことない、違うんだって。その狭い範囲でも成果が出せてるのは勉強法合ってるから、基本的に。だからそこは変えないでください。でも実で取りたいじゃないですかね、いろんな人に言われるし。じゃあどうするかっていうと、何が足りないか、これは経験が足らないんですよ。経験値不足なの、基本的には。で、どういうことかっていうと、その定期テストっていうのは学校のワークとか教科書とか基礎問題が多いんですよね。そう。で、その基礎問題を固めていくのが、定期テストの傾向にあるんですけど、受験とか模試とか実手っていうのはその一個先の応用が多くなってきます。で、基礎問題を学んだだけで応用が解けるタイプの子もいるの、たまに。これ、すげえ子いるんだけど、ただ自分みたいにね、普通の凡人タイプの子だったりとか、普通の子だったら、基本的には応用問題はやります。やって1回目解けなかったとしても、これをできるようにすることによって、それが力になります。で、それをいっぱいやっていくの。この問題ができるようになりました、なりました、なりました、なりましたって、いろんな経験を重ねて、それを力に変えることによって、次テストで会った時に、あれ、これあの時のあの問題に似てるぞとか、あ、同じ技使うんじゃねっていう、そこで気づくので、解けるようになる、実践で。で、この経験値はやっぱりいっぱい重ねるしかないんだよね。みんながその実践で取れなかった時、そのできなかった問題を確認して復習してできるようにする。これは普通の本屋さんの問題集とか何でも構わないんですけど、今までできなかった問題にたくさん出会って、うわ、できなかったわで終わらせないで、そこでできるようにするっていう経験を重ねることで、どの科目も同じ、そういう経験を重ねていくことで必ず得点が伸びていきますので、ぜひ、ちょっと辛いとこあるけどね、あるけど、そこ踏ん張って自分の力に変えていってほしいと思います。